はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。18時20分をちょっと超えましたかね。10月は20日の日曜日でございまして、もうね、明日から後半戦、ね、後半10月は下旬と言ってもいい明日はまだ中旬かなでも来週中には、今週中には下旬に入りますね。はい、行きましょう。産経新聞でございまして、これは昨日の11時48分に出ていた記事です。北朝鮮兵はロシアの使い捨て要員、ウクライナのシビハ外相が主張ということで、ちょっと読みますね、産経新聞。ウクライナのシビハ外相は18日、同国に侵攻するロシアが北朝鮮の兵士を使い捨て要員として、利用しようとしていると主張した。 X に投稿した。ゼレンスキー政権や韓国の情報機関は北朝鮮がウクライナ侵攻に参戦し始めたとの見方を示している。シビア氏は北朝鮮は雇い兵ではなく正規軍の兵士を送り込みロシアを支援していると指摘した。北朝鮮に雇い兵なんかいません。全員正規兵です。ロシアは戦争の規模を広げている。パートナー国はウクライナへの軍事支援を拡大しなければならないと強調した。共同通信の記事だったんですね、これ。最近産経共同の記事多いですね。というのは、まあ、手が回らなくなってるんでしょうね、きっと。はい、共同ってね、若干リベラルなんですよ。なんで産経とはですね、色合いが合わないんですけども、なんか産経は共同べったりですね。まあええけど、はい、まあそれは置いといてですね、ウクライナからするとですね、また変なの出てきよったやんという感じになりますね。で、これはですね、この寄せ集めの兵隊ではないわけなんですよ。外国から雇ってきた、アフリカやインドから雇ってきた寄せ集めの兵隊ではないわけでしてですね、一応ですね、正規の 軍人なんですね。だからですね、一応訓練を受けてるわけですよ、北朝鮮流のですね、兵隊としての。でですね、まあ手ごわいちゃうかというウクライナ側からするとそういうふうに見えてしまいますね。どうでしょうかね、ビビりはしないと思うんですけどですね、厄介な連中ということになりますね。なんで、まあ、今までの、ね、ロシアのやり方を見ているとね、そのなるべくですね、ロシア人の兵隊たちは死なないようにして、辺境の少数民族の兵隊やですね、いや傭兵ですね、雇った兵隊たちはですね、どうも、まあ、死んでくれて構わへんねんとか、刑務所から出した兵隊とかね、そういうのは死んでもええねんみたいなですね、そういうこうやり方をしてきたわけであってですね、今回北朝鮮兵はブリヤート族に化けてるというですね、報道もあります。ブリヤート族というのはですね、シベリアにいるモンゴル族の一派なんですね。ブリヤートモンゴルっていう言い方をしますけどもですね、まあだからモンゴル人だから我々と同じ感じの東洋人なわけですね。なんでこう北朝鮮兵とは言わず、あれはブリヤート兵なんやと言ってごまかそうとしてるのかもしれませんけど、そんな疑問は通じないと思いますね。で多分だからロシア軍の軍服を着て出てくるんじゃないですかね。北朝鮮軍としてではなくて、ロシア軍の軍服を着てロシア軍の一部隊として出てくるんちゃうかなという気がしますね。まあそんなん、しかし今日別の動画でも言いましたけど、いずれですね、何人か捕虜になるんですよ。で、北朝鮮の習いとしてですね、一旦敵側にこう身柄が渡った人間は戻ってきてもえらい目に遭い続けるんですね。例えば脱北して戻された人とかね、そういう人っていうのはですね、えらい目に遭い続けます。だから北朝鮮にとって外国を見たというのはそれだけで犯罪なんですよ。で、まあ、外国に働きに行って、ね、帰ってきたのはなんとか政府なんですけど、それでもですね、厳しい査問を受けるんですねいや、とんでもないことでしょ。ましてやですね、外国軍の捕虜になったという経歴があったらもうそれ人生アウトなんですよ。それは北朝鮮の兵士たちはよく知ってるはずなんでですね、捕虜になったらペラ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 喋って、僕も帰りませんって言うんちゃうかと思うんですよね。まあ、そうなってみたら分かります。まあ、それは置いといてですね、
もうすぐしたらですね、実戦に出てくると思いますんでですね、果たしてどれだけ強いのかと、何度も言いますけど、実戦を経験した部隊と経験しない部隊なら、同じ装備、同じ人数が戦っても5倍ぐらい強いです、実戦経験した方が、全然違います。ただしですね、その未経験の部隊もですね、1回経験すれば一応実戦経験になって、こう何回も何回もやっていくうちに百戦錬磨になるんですね。なんでですね、一番最初のファーストインプレッションだけでは分からないと思いますけど、多分ね強いです。なぜかなぜかというと、なぜかというよう分かりませんけど、根性あるんですよ、きっと北朝鮮人って。そうでなくっても食うや食わずでこう来てるわけでしょ。で、食うや食わずので、なんていうか、苦しい思いをして、北朝鮮って普通にね、生きるだけでも大変なところなんですよ。もう弾が飛んでくるぐらいだから、もうこれぐらいで頑張んでってここ切り抜けたらまだ飯食えんねえみたいな、そういうノリでねやられると、やっぱりロシア兵とはね断地に違うと思います。で、厳しく育てられた、厳しく鍛えられた兵隊はやっぱり強いと思うんですよ。で、実戦を経験していくにつれまた強くなっていきますしね、ウクライナ側からすると本当に厄介な連中ということになります。ただし今伝えられているのは1万2000人なんですね。今ですね、ロシアがですね、ウクライナの前線に配置している兵士の数って30万らしいんですね。でも30万のうちの1万2000人だったら、まあ、そんなに大したことないでしょう。ただしね、これね、これで終わるとは限らないんですよ。昔々、1964年に始まった、本格的に始まったアメリカのベトナム介入は、もう最初は1万人とか3万人とかだったの。それが最盛期には60万近くだったんですよ。まあ、北朝鮮はね、分母が知れてます。1600万ぐらいかもしれません。とすると1%がね、160万なんですよ。で、そのですね、5分の1ぐらい、どうでしょうね、20万、うん、5人、あ、そうか、15万人ぐらい、5万人、あ、そうですね、20万人ぐらいかな、20万人ぐらいならですね、まあ、無理なく出せるしですね、出したら出しただけ北朝鮮には外貨が入ってくるわけであって、多分そういう契約をしてると思うんですね。まあ、だから10万人ぐらいは出すんちゃいますかね、10万、20万人ぐらいは出すかもしれませんね、北朝鮮は、最終的に。まあ、だからもしかしたらあと1年ぐらい経ったら、ロシア軍のですね、2割か3割は北朝鮮兵やったみたいなことがあり得るんちゃいますかね。ロシアにとってはね、心強いですよね。ただいっぱいお金かかりますけどね。まあ、それはしゃあないやんって、お前らが始めたしょうもない戦争やねんということになりそうな気がします。はい、この産経新聞のアドレスをですね、一応貼っておきますね。北朝鮮兵はロシアの使い捨て要員という、まあ、そうほんまかどうかはしません、まあ、でも多分そういう使い方されると思います。一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。